せーの、毎度みゆちゃいです。今日はおすすめのというかお気に入りカラコン4選を紹介したいと思います。みゆのカラコンを選ぶポイントは、少しずつカラコンを小さくしていきたいなとは思ってるんですけど、みゆはどうしても目が縦に大きい方なので、あまりにもちっちゃいカラコンすぎると目が浮いて見えるっていうか意地悪な顔になってしまって、あんまり似合えへんから、着色直径は 13.8 とかちょっと大きめのものを探して選んでます。でも以前はダイヤが 15.0 とか 14.8 とかむちゃくちゃでかいのをつけてて、まあ、それはそれで気に取ってんけど、そう、少しずつナチュラル思考に行こうかなと思って、ダイヤ 14.5 の着色直径13.8 とかを目安にいつも選んでます。カラコンはいつもネットで買います。気になったら一旦全部試す。でワンデーのものをもう結構片っ端からバーって結構買っちゃう癖、趣味があります。好みのカラーはグレーとかグリーンとかは、まあ、まず選ばん。茶色系、ちょっとパープル入ってたりとかも私の肌とかメイクとかに馴染みやすいかなと思うので、どっちかっていうとブラウンよりのカラコンを選ぶことが多いです。ほな紹介していこうかな。みじゃ、まず一番初めに紹介するのは、フルーリーバイカラーズのウルウルチワワです。アスカキララさんがプロデュースしてるカラコンかな。ダイヤ直径が 14.5、着色直径 14.0。ワンデーの10枚入りで、税込み14,000。間違えた、何言ってんねん。何言ってんねん、どう見てん。お値段が税込み1485円。今両目つけたらこんな感じです。こんな感じで結構黒縁がしっかりしてて、本当にチワワちゃんみたいな、あのくるるんって丸いお目目になれるって感じです。パケがでマコロンの絵が描いてるんですけど、背景が全部違うの、だからちょっと開けた時にえ可愛いってテンション上がりました。ブラウンやねんけど、ちょっとだけピンク味の強いブラウンな気がする。縁は結構がっつり黒って感じ、なんかほんまにクリクリチワワちゃんって感じ。み次はこれ、アイクローゼットカラーがほっぺです。ダイヤ直径が 14.5 で、着色直径 13.8、 ワンデーで1箱10枚入り、お値段が税込み1760円。高一？何年前？12年前か、11年前か、12年前か、13年前。ずっと1ヶ月やって、最近ちっちゃいのに変えてからワンデーにした。いろいろ試したくて。かわいい。ほっぺこんな感じです。両目つけたらこんな感じ。なんかね、すごいチュルルンのお目目になる。これまずそもそもほっぺって名前がかわいいやん。縁もむちゃくちゃ薄くって、すごい裸眼になじむようなデザインなんかな、柄自体が。でほんのり薄づくって感じ。なんなんやろうな、すごいね、チュルルンお目目になる。最近みゆのインスタで、少しずつカラコンちっちゃくしてますって言ってストーリー何回か載せてたと思うんですけど、そのカラコンもアイクローゼットのほっぺです。みゆちゃん、そのカラコンどこのですかってめちゃくちゃ DM もいただいたし、質問ボックスした時も最近の小さいカラコン教えてくださいっていただいたんですけど、それがこれ、アイクローゼットのほっぺ。なんかね、ちょっとハーフっぽい、すごいなんか透明感やばみたいな目になるよね。でもちょっと着色直径が 13.8 って書いてるんやけど、縁のギリギリの部分が色付きが薄いから、縁がはっきりしてなくてぼやっとしてるから、着色 13.8 って書いててもちょっと小さく見える。だからそれがすごいナチュラルにチュルンってぼやほわんと見えていいんかもしらんけど、このほっぺとみゆの、あの最強カスタムの動画見てもらったら分かると思うんですけど、あのアプリとの相性がめっちゃ良くて、このほっぺのカラコンはアプリを通すと余計に可愛くなる。それはほんま、肉眼で見るよりアプリ通した方が可愛い。やっぱ可愛いこれ。次行きます。み次はこれです。エバーカラーワンデーマロンブリンク、ダイヤ直径 14.5、 着色直径 13.8、 ワンデーで1箱10枚入りで、お値段が税込み1892円。最近こっちか、こっち、このオレンジなんちゃらか、スルキートパーズマロンブリンク、
レンジなんじゃない。全然違う。マロンブリンクつけたらこんな感じです。こんな感じ。あのお気に入りポイントは着色 13.8 がきっちり 13.8 なんよ。意味わかる？着色 13.8 って書いてて、ほんまギリギリのラインからしっかり着色されてるからめちゃくちゃデカめに見える。とごまかされてないんよ。縁がほげ茶っぽい縁で、中があのオレンジ味の強いブラウンになってる。で、みオレンジメイクしてるし、イエベアからかなりこれは馴染むかな。以前は14.8 とか15のカラコンをつけてたから急に小さくするとすごい違和感やねんけど、これは見慣れた目のサイズ感で一番しっくりきてます。これかもうこの後に紹介するどっちかかな。両色とも10箱ぐらいストックしてる。みラスト、じゃじゃん、またまたエヴァーカラーワンで、カラー名がシルキートパーズ、ダイヤ直径 14.5、着色直径 13.8、 ワンデーで1箱10枚入り、お値段が税込み1892円です。で、1個言えるのがメイク濃い人はカラコン小さくしたらめちゃくちゃきつくなるから、メイク薄い人がカラコン小さい方が似合うと思うねんな。カラコン小さくするんやったらメイクも薄くした方がいいと思う。エヴァーカラーワンデーのシルキートパーズをつけるとこんな感じです。で、これもさっきと一緒で縁ギリギリからしっかり発色してるからすごいデカめに見える。自分のメイクの濃さとこのカラコンのバランスが多分めちゃくちゃいい感じに取れてて、めちゃくちゃ盛れるんですよね。これがさっき紹介したマロンブリンクと柄は一緒なんですけど、多分中身の色、発色する色が違うだけと思う。だからね、サイズ感とかも見え方とかも一緒で、さっきはオレンジよりのブラウンやってんけど、こっちは緑とか黄身よりの茶色って感じ。だからどっちも好きで、正直あんま分からんぐらいやからめちゃくちゃ気分で使い分けてます。ここ3、4ヶ月ちっちゃいカラコンにしようと思ってカラコン買い漁ってるんですよ。でもビビぐらい買い漁ってるよ、もう1個つけてボツみたいなのがいっぱいある。でもカラコンってさ、試されへんから、コスメって手に出したり手に出してもらったりで試せるけど、カラコンって試されへんやん。着画とか載ってるけど自分の目の色に合わせてみないとほんまにわからんから、失敗することもめちゃくちゃ多い。み、みみ、みみみみ、こんな感じで今のところお気に入りのカラコンは今紹介したこの4つになります。で、これからも運命のカラコンに出会うためにいっぱいいろいろ試そうかなって思ってるので、またいろいろ試してお気に入りが更新されれば、みゆちゃんのお気に入りカラコンパート2を動画であげようと思います。もし縦に大きい目の人に合うおすすめのカラコンがあれば教えてください。コメント待ってます。それでは皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ほなまた